こんにちは。おはようございます。おはようございます。何ですかこれは。こんにちは。ちょっと一回出ますか。こんにちは。これどうですか。ゲットしちゃいました。どうですかこの色。この色は私の色です。ティファニーブルーです。ティファニーブルー、私が一番好きな色、全部がティファニーブルーの色をゲットしちゃいました。 BMW の Z4 です、うん、そしてまさかの左ハンドルのマニュアルです。初めてです。左ハンドルのマニュアル乗るのが初めてです。いやこれでもゲットしたんですよね。ああそうです、そうです。これゲットしましたよ。すごいなあ。あの乗るのが楽しみで夜も眠れないです。ちょっとねなんかねたどたどしいんだけど。もっと可愛いんですよ。あのまだ3日くらいなんですけど、あの信号待ちとか目線を感じますね。ヒールポイント色です。この色がもうとにかく可愛い、すべてです。シートも見てください。これこの2色のレカロのパケットシート、これもティファニーブルーです。しかもオープンカー。オープンカー乗ったことあるの。いやないです。ない、運転したことないです。オープンカーゲットだぜ。もう気分はティファニーなんで、ちょっと靴とかちょっとティファニーブルーか遠いけど、やっぱ青で、やっぱり青とするです。すごいな。この子に合わせた、ちょっとこれ可愛すぎて緊張してます。ちょっとまだゲットだぜ感が出てないけど、あと3回ぐらいやり直した方がいい。徐々にゲットだぜ感出てくる。本当？はい。色も見てください。同じ色ですよ。これもうカラーがティファニーブルー、本当に可愛い。ちなみに、はい、なんでティファニーブルーが好きなの。もともとティファニーが好きで、それからティファニーブルーが、逆かな。ティファニーブルーが好きでティファニーが好きなのかもしれない。この色本当に好きで、レーシングスーツも最初はあのスパルコさんのティファニーブルーでオーダーさせてもらって、多分前と言ったらこの色っていう感じになってきたんじゃないですかね。確かになってる。なってますか、うん、ついに車まで来た。ついに車まで。これはもう確実に86から浮気しちゃってますね。これね、いやでもこの子女の子です。この子女の子なのね。86男の子。あ、そっかそっか、はい、この子女の子。なんで同性です。パートナーです。浮気ではないです。晴れてる日のお昼とかドライブ行きたい。このシートも可愛いし、うん、その組み合わせがもうティファニーなんです。白とブルー、そして夜になるとここが光ってるんですけど、うん、ティファニーブルー、うん。やっぱオープンカーといえば、はい、やっぱかっこよく乗ってほしいじゃないですか。そうですよね。ですよね。スカーフとか巻きたい。確かに。なんかちょうどスカーフ巻いて、うん、乗りかせて運転したいです。はい、動画ですか。動画で。何案件。あ、もっとどうやって聞けるか。ここはスローモーションの動画です。あ、スローモーションで。はい、カツ。髪かき上げてから降りてください。いいですよ。どうでした？ティファニーのまだ乗られてる感がありますね。残念ながらティファニーありますね。だってまだ乗られてますもん。まだちょっとティファニー負けしてますよ。そうですね。まだなんかすごい片思いの感じがします。このねあのシーンがどうなったかというと、はい、楽しみ。これはじゃあ後でつなげてみますんで、はい、お願いします。
くかわいい。ほんとこっから見てもかわいい。これどこ行きたい？海の方に行きたい。行きたくないですか海の方向に。いっぱい写真撮りたい。じゃあちょっとドライブ行きますか。はい。ねえ、せっかくなんで。もうちょっとゆっくり。あ、そうです。でもスローモーションでお願いできるかなと思って。まあできるけどね。あ、ゼット4に似合うのに。こんな感じですよね。そうそうそう。スローモーションだね。ちなみにこれ父のです。さっき3秒で見つけました。さらーん。カッツ。いいですか。どうぞ。いきます。こうやってやって。はい、カッツ。うちの 130R レーシングシミュレーターは、とにかく実践で使える最高のトレーニングマシンだと思います。